昨日一番少ないかな。なんか昨日も一昨日もなんか結構いい回数上がってんだよな。30の11とかさ、28の15とか、まあいいや。ちょっとこの右角を多分やったことないからね。はい、それじゃあプレハナ行こうと思います。前回良かったよね。なんかナタで竹を割ったようだというか、1700枚800枚プラスになってるから、そうよ、前回良かったのよ。でその前もまあまあ良くて、完全にね、マルハン小牧の今花で流れを掴んでるからね今。でもね、そうなんだよな、今年おかげさまでね、まあちょっと道中波は荒いんだけど、パチスロンの収支はまあどうにかこうにかね、折り合いついてるというところで、よし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 、いいよ。1000円って言ってか、18ゲーム20枚しか使ってないよね。よし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 。いや、あのね、最近ね、特に今月なんですけど、船の調子がもう最悪でしたよ。ちょっとね、来月からボートの方のごっついちょっとお仕事が決まりましてね、あのウィッチさんとね、社長船っていうのをやるんですけど、それに向けて今まあまあちょっと特訓をしてたんですけど、まあおかげさまでチンチンにやられてまして、なかなかね、前途多難なね感じなんですけど、ただまあそんな中ですね、パチンコバチスローがどういうわけか調子が非常に良くて、あの調子がいいって単純にその球がよく出るって意味だけじゃないですよ。僕なんかが言う調子がいいわ、例えば昨日もとある収録で乗り打ちをしましたね。ちゃんとっていうか、まあうん、まあ、でもまあちゃんと3万円負けました僕は。ただ乗り食いをさせていただいて、ぴったんこチャラになりましたとかね、非常にいい流れなんですよ。だから昨日の今日だからね、なんだったら今日もいけんじゃねえかなとか思ったら1000円ビッグ、スポットライター変わらず。前回の小牧もていうか、まあ実はあの先週ちょうど1週間前にマルハン小牧来てて、で先週の小牧の時も確か1000円ビッグだったんだよね。思い出した。で、1000円ビッグだったけど、まあなんかクレジットは残り1枚とかしかなくて、買い出したみたいなね。まあ実質、まあ1000円ビッグですよ。1000円ボーナスか。ビッグかけていいのか忘れたけど。ただまあ、で、今回もこれでまた1000円じゃないですか。あのね、まあいつもこうだと助かるんだけど、その前の週ぐらい、もうね、ほんとね、朝、これジャグラーもそうだったんだけど、花しかり、ジャグラーしかりね、朝がね、全然立ち上がり、当たんない、まあ、時期がちょっとありまして、もうとりあえず、ストレートで1万円とか400ゲームとかだからハマるんですよ。で、それがもう、おっと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 、当たり前みたいなさ、時期がありまして、それを経由してのこれだから、もうすごくいいよね、ほら。今、クレジットだったよね、57ゲーム。はい、スイカは落ちねえどもいいです。当たることがまず大事。いやー、400、どうしような、結局飲まれたな。でね、プレハナがね、もう朝からパンパンなんだよね。とりあえず安定感抜群のこの五大島で今反応してるのがあの角にだけなんだよな。でまあまあちょっと今日2台空いちゃってるんだけど、隣がね朝300ハマって
やめ、その隣も232でやめ、逃げられちゃってんだよね。まあまあまだ全然可能性あるんだけど、でまあうん、これも当たり取れず単純にハマってんだったらねえ、そっち移動してもいいんだけど、まあ、ああギリギリ滑り込んだ、残り4枚、危ねえ。ああまあそうくるか、まあいいや、ギリギリ。ヒーロー、いやー、ここ生えの来ねえかな。ダメな台なんだったらしょうがないけど、いい台だとするならここよ。でビッグ2でね、スイカもゼロだったからな。で実際この台がないということで、ここで見切れるんだったらもう完璧、それはそれでもう1000円だからね、もう100点に近いよね。で一瞬周り見てこうか。はい、移動しました。でこの台が525しか回ってないんだけど、0の2で昨日19の16ってなってるけど、ああ19の16で164分の1、うん、まあ4ぐらいあったんでしょうっていう感じかな。これをちょっとやってみましょうよ、せっかくなんで。いや、マルハン小牧みたいな店で朝レギュラーで、まあ2回で走ってるとは言わないけどさ、でもっていう挙動の台はね、やった方がいいと思うんだよね。でこの台がもしね当たりなんとしたら、1台目、まあ、だから1台目が外れで、この台がもし当たりなんだったら完璧だよな。うん、620レグか。ブルー総投資が9000円、この台だから8000だね。これで790ゲームで3回目のレギュラー。あら、こうなってくると813ゲームで3回、あー、まあまた2、300は回さないとねって話になっちゃうもんな。当たんなくてもね、当たればまあ持ち玉でね、やってりゃいいだけだから、ね、話したいんだけど。どう、うー、つながった。65、あ、バウンド、ラッキー、ナイス。よしよしよし、これでまあなんとかね。青、昨日4パかったからな、まあねえどうなのって話だけど、まあまあまあ、ドイツ設定の打ち直し込みで、毎度のことのように言ってるけど、ね、打ち直し込みでおそらく前立腺だろうという状況なので気にしない。170ギリギリ、頼む。よし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 、よしでもねえけどな。ちょっとまあでも雲行き怪しいよね、だいぶね。ね、初ビッグまでに800以上かかって、でその後もちょっとぬるんってしちゃってるからね、とカラッとしたね、展開書も。おう、狙った、テンパった。はい、うわー、チェレグ、またそういうの引いちゃうもんな。青2、92ゲームね。ただこれでまたちょっとやめづらくはなっちゃったよ。うわ、ギリギリ、
257。あー滑った、やらよかん。あーだよな。まだギリギリもギリギリのとこで引っかかったけどさ、で1376でレギュラー5だろ。いやーちょっと話こじれてきたな。まあ飲まれなきゃいいだけの話なんだけどね、果たして飲まれないままこれやってられんのかっていうね、そこだよね。はい、1万円入っちゃいましたけど、まあまあ1万円ぐらいでガタガタ言うなって話でもあるからな、ね、レギュラー300、今20分の1なんだけど、320分の1の状態で捨てるか、ね、しかもマルハン小牧の花でね、なんかまあフラッと店に入ってマルハン小牧でっていう台があったら俺多分打つと思うんだよなって考えると、それじゃダメなんじゃないかっていうね考えになるわけで、ね、もう300以上ハマってるから、せめてねこのハマりだけでも決着つけてね見切りたいんだけど、まあまあ物には限度ってものがあるというか限界があるんでね、3枚目入れてじゃあ仮に3万円入っちゃいましたってなったらもうねえいよいよどうにもなんなくなるからね。はい、346どうにか決着がついた。あ、よし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 、いいでしょいいでしょ。17、うん、いやー無理でした。1900、今12ゲーム3の5、レギュラーが一応382だから、まあ正確をした382だから、まあまだなくはないんだけどな。やめなし、諦めよう、あと1時間半。いきなり感触がいいんだけど、おう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 、ちょっと入りはいきなり悪くないよ。どうなる。はい、ギジさん、いきなりギジさんですけど、いや弱いね。あ、これ発展しないで終わるやつ、多分扉の色緑かダメだね。はい、過去2回転で伊達店でね2万8000発出したことのあるお店ですんで、ね、お座り一発ちょっと期待するけどね。疑似さんするか。あ、疑似さんだね。ここから待望以外で点、あ、まあちょいがっかりパターンではあるけど、ちょいじゃねえか、まあまあがっかりパターンなのかな。まあ待望だと当たりかなまねえんだよな。まあいかねえな。うん、技術さん3回目。マージュ出た。3のリーチどう。おーおーおー、あーとと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 、無限ガロー、いきなり熱い、いきなり熱い。てか液晶の数字回ってたけどリーチガラ3だったよね。てか3ってどうなの。あー緑か。いやなくはないんだけど、絵柄3なんだよな。こんなの仕留めれるだけの弾力が今あるか。偶数だったらなんかいけそうな気するけど、であの目が光るか、あのチャンスアップがない。最後刀出てくればワンチャン。
逆に出てこなきゃもうアウトだよな。出ねえわ。ね、あの無限ガード出てもね外れるのやんが普通にあっさりね。朝今朝実は寝坊してですね、コンビニに寄る暇がなかったんですよ。で財布の中に3万円しか入ってなくて、で今3万円使い切ってスタッフに1万円借りました。あのさ、この1万円を乗り打ちにするっていう手もあるんだよ。俺を信用するならな、出たら半分やるからっていう選択もあるよ。まあ、君がそれを望むなら僕は甘んじて受け入れるけども、この1万円を守るか攻めるか、はいどっち守るの。なめられたもんだな。でもまあスロットはともかくだけど、やっぱパチンコをメインでやってる方の話を聞くと、やっぱりね当たり取れずに本当苦労することがままあるとっていう話はまあ聞きますよ、ね、半日中ってやっぱ当たり取れずで、ね、そのまま延長して、だからね、本当に2000回転クラスのハマりをね食らおうもんなら、半日どころかもう休憩なんか挟んでたらほぼ1日終わるからね。いや本当はねちょっと1台空いたんで来ました。本当はねこっちをしたかったんですよ。で空いてなかったんでギガゴースト打ってたんだけど、まあ簡単にルールを説明すると、初当たりが199分の1、199だと約200分の1だな。で当たると1回転、うん、の各辺突入抽選で、その1回転で 2.8 分の1を突破できれば右打ち各辺だから、まあ200分の1の約3分の1だから、実はまあさっきのガロじゃないけどさ、300分の1当てて2分の1入れるのと、まあ難易度的には変わんないよね。ただまあ入り口がね199分の1だから、まあ広いんで、まあ初当たり、うん、はまあ、まあ、じゃあ簡単に取れるのかって言われるとさ、これが取れなかったりするからね大変なんだけど。悠々しき事態です。初当たりは取ったんだけど 2.8 分の1に蹴られたと。はい、ということで手も足も出ずということで、まあ、もうこうなると特に話すこともないんだね。まあ強いて言うならそうだな、まあ、パチンコじゃなくて、まあ、5万円まで入れるつもりがあるんだったら、まあ、パチンコじゃなくてそうね千葉リオっていう選択肢もあったのかなと思うけど、ただ千葉リオだと5万円入れるともう一発じゃ返ってこないんで、まあ、いずれにしてもパチンコの日だったのかなと思うんだけど、まあ、前回前々回とまあ良かったからね、まあ、その分の帳尻合わせが今日来ちゃったと思って、まあ、今日のところは帰ります。また頑張ります。